はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートあつしです。動画を見ていただきありがとうございます。本編の前に少しだけ英語ブロックについて説明させてください。主なコンテンツが英単語、単突英文法、仕上げレッスンになっています。今回説明していくのがこの仕上げレッスンですね。いろいろなコンテンツがあります。その他に英単語すべて合わせて1134語、単突英文法というのは100講座あります。こちらは中学生で習う英文法についてすべて説明しています。動画の方全部ありますのでぜひ使ってください。無料で使えます。おすすめがクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも解説しているのでそちらをぜひ見ていただきたいと思います。パスワードチャレンジっていうのもあるので楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていうふうに検索してもらうとホームページが2つあります。まず英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていうのが主に英単語とテキストが中心になります。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方のトップページから進めていきたいと思います。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、ではローマ字の馬行と打行ですねについてのプリントを説明していきたいと思います。まずトップページを見てもらってずっとスクロールして、このプリント教材&仕上げレッスンですね、こちらでもいいですし、あとこちらのプリント教材ってとこでも大丈夫です。どちらでも大丈夫なのでクリックしてください。はい、そうすると次のページですね、このようなページがあって、一番最初のここですね、馬行と打行を区別しよう、こちらをクリックします。はい、で今回使っていくプリントの画像がこちらになります。印刷したいときにはこの上の PDF ファイルっていうのを開いてもらうとこのようなページが出てきます。ちょっと見づらいですけど、下の方にプリンターのマークですね、ここにあるんですけど、こちらとか、あと画面の上で右クリックをすると印刷っていうのができると思うので、ぜひ印刷して使ってみてください。はい、では、今回はこの画像を加工しているものがあるのでそちらを使って説明していきたいと思います。はい、で、まずこれを勉強する前に、もしヘボン式ですね、ローマ字のヘボン式っていうのを勉強していない人はそちらから、勉強してもらった方がいいんですけど、こちらですね、ローマ字のヘボン式を学ぶのこのプリントですね、あと動画もあるのでこちらの方ぜひ勉強してみてください。で、このページでこのようなプリントがあるんですけど、この馬行と打行ですね、ここになります。馬行がここですね、バビブベボで、一つ上のこちらがダジズデドで、特にこの向きですねが違うと全然違うものになってしまうので、ここの B と D ですね、この違いをしっかりまず区別しましょう。 B の方はバビブベボです。バビブベボ。D の方がダジズデドですね。まあ、D 使ってるのはこのダとデとドだけなんですけども、まあ、ダニョっていうと一応 D が代表ですね。はい、では実際のプリントですね、見ていきたいと思います。はい、まず B ですね、こちら馬行の方ですね、ちょっと書いてしまう と、馬行の方はこの B を使うと、で打行の方は D を使うということですよね。はい、バビブベボいきましょう。バは BA、 B は BI、 ブは BU、 ベは B、E、ボは B、O ですね。はい、このようになります。
で今度こちら来てダジズデドです。ダは DA、 ジはこれはヘボン式だとこうですよね、 J と I です。ズもヘボン式だと Z と U ですよね、ズ。では D と E で、ドが D と O ですね、このようになります。もうとにかく馬行でこの B を思い出してもらって B ですね、 B、 B はここにあるのでこちらです、馬行の方です。で D はこの D ですね、 D のところで D なので馬行です。これは最初に区別してしまえばあとは大丈夫だと思うので、まずここまで確認覚えていきましょう。はい、では今度は下半分ですね、確認テストということで、10問バラバラに出ています。もしやってみようかなっていう方はちょっと動画を止めたり、あとプリント見ながらですね、プリントに実際に書き込んだりしながら確認テスト回答の前にちょっと一回解いてもらうといいと思います。はい、では回答していきます。まず B からですね、 B は BE ですね、 B、 次が D、 DE、 だは DA、 ドは DO、 ブは BU ですね。はい、ここまで大丈夫でしょうか。で今度こちらに来て、バ、バは BA、 ボは BO、 B は BI、 ズはこれはヘボン式だとこうですよね、 ZU、 ジは JI ですね、このようになります。もうとにかく、馬行は B で、打行は D ですね。これが分かればあとは時間かけてでもできればいいので、まずこれですね、馬行は B、 打行は D、 ここをしっかり覚えてもらえればいいと思います。はい、今回は馬行と打行の区別についての動画を撮ってきました。他の動画もぜひよかったら見てください。はい、ありがとうございました。